いつもお疲れ様です。ハロステ、今回のお相手はアンジュルムの橋迫凛とチュースチュースの工藤由美です。ハロステはハロープロジェクトの最新情報やメンバーのちょっとしたパーソナルな部分をお伝えしていく番組です。さて、私たち2人のお話をしていきたいと思うんですけど、はい、私たち2人はお仕事とかで一緒になることは初めてですね。はい、はい、なので緊張していますが、ちょっと頑張りたいと思います。はい、私個人的にこんなゆっくり2人でお話しすることなかなかないので、うん、ちょっとお話ししたいなと思うことがあるんですけど、はい、橋迫凛ちゃんは結構おとなしいなっていうイメージはあったんですけど、うん、でも意外と2人でいるときはおしゃべりしてくれたり、なんか会話が意外と成り立つというか、うん、何も喋ってくれないと思いきやいろんなことを話しかけてくれる子なので結構いて楽しいなって思います。私が工藤ゆめちゃんに思っていたイメージは、初めて会ったのが実力診断のリハーサルとかで、タコの T シャツを着てたり衣装がそのタコっぽかったりっていうので、すごいタコのイメージが今でもすごくあるんですけど、なんか話してみるとすごい、なんていうんですかね、詳しいっていうか頭の回転が早かったりっていうのをすごい感じるなって思います。確かに私すごいタコが大好きなので本当にもうタコ身につけてしまうくらい大好きだったんですけど、多分初めて見た方にとってはすごい変な人だったんじゃないかなって思います。はい、いきなりですが、はい、工藤ゆめちゃん16歳のお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。はい、それでは16歳の目標を教えてください。はい、私工藤は、16歳になったらちゃんと大まかなことだけではなく細かいところもしっかり覚えたり、あとは周りの人への気配りだったり、もっと視野を広げて頑張っていきたいなと思います。すごい。と言っても、橋迫凛ちゃんの方も、このハロステが配信される日の約1週間後がお誕生日ということで、はい、15歳、どうですか？そうですね、私の中で結構大人なのが20歳っていうイメージがあって、うん、なので20歳まであと5年しかないっていうのにちょっと驚きが隠せなくて、もう15歳、あと5年しかないので、どんどん大人になっていかないとなって思います。14歳、あと1週間ということで、やっていきたいこととか、はい、やり残していることはありますか？そうですね、私は小さい頃に回転寿司のお皿をその年齢の分、数だけ食べるっていうのをやってたので、ちょっと年齢が一つ増える前にやってみたいなって思います。すごい、結構食べる感じですね。今回はそんなお誕生日が近い2人でお送りしていきますので、最後までお付き合いお願いします。あなたの頑張ってる姿、かっこいいよ。まずはこちらを見ていただきましょう。ハロープロジェクト2020サマーカバーズザバラッドから1曲ご覧ください。どうぞ。指先は凍え
ハロープロジェクト2020サマーカバーズザバラットから1曲ご覧いただきました。そうですね、今回のツアーの感想を教えてください。はい、私工藤はやっぱりいつもより曲数、パフォーマンスする自体の曲が少なかったので、やっぱりその曲にかける思いがいつもより強かったというか、その1曲に対して歌詞を自分で写し書きを何回かしたりとかなど、そういうこともより工夫して歌詞の意味をより考えるきっかけというか、そういうコンサートになったなと感じています。私はそうですね、順番とかが結構緊張とかそういうのに関係してきてて、私の前後がアンジュルムのリーダーの竹内あかりさんとモーニング娘。20の小田さくらさんの間になった時に、すごいお二人とも歌が上手なので、とても緊張したのが印象深いです。その時、今回のハロープロジェクトのコンサートがチーム分けされていて、その中で私たちは一緒だったんですけど、そのくじ引きを引いた後の橋迫凛ちゃんがどうしようどうしようってすごい慌てていたというか、ドキドキして、もうその時からドキドキしてたっていう様子を私は見ていたので、なんかすでに懐かしいななんて思ったりしました。はい、はい、そして現在ハロープロジェクト2020ザ・バラットで全国各地を回っています。夏のコンサートの経験を踏まえて、秋のツアーで表現したいことや見てほしい部分というのはありますか？そうですね、やっぱり秋のツアーということで、夏のツアーとはまたガラッと何か変えたいなと思ったので、その秋らしい暖かい感じをこう会場全体に歌声で表現していきたいなって思います。私は歌はももちろん大事なんですけど、歌以外にも自分の体で表現できることがあると思うので、そういう部分も考えて出していけたらなと思います。ハロープロジェクト2020サマーカバーズザ・バラットの映像をご覧いただきました。うまくいくって私は信じてるよ。アンジュルムの橋底凛とチュースチュースの工藤ゆめがお送りしているハロステ。ここからは少し2人でお話ししていきたいと思いますが、一問一答形式で一緒にお話ししていきましょう。はい、それでは1つ目の質問です。最近大人になったと感じたことは何？ということで、はい、フリップが準備されているので、せーので見せたいと思います。はい、せーの、じゃん。私は苦手な食べ物を克服です。おー、はい、私工藤はヘアメイクです。さてさて、りんちゃん。そうですね、私は苦手な食べ物を克服ということで、ピーマンとか抹茶とかを最近克服できて、はい、すごい。なので克服できた瞬間大人になったなって感じます。じゃあもうなんかナポリタンとかの料理にピーマンが入っててもなんか避けずにもうむって、はい、しっかり、すごいと思います。はい、はい、私はヘアメイクということで、今日も巻き髪という、そうですね、主に巻き髪とアイラインっていうメイクの目の横にチョンっていう引く線をちょっとおうち時間で勉強しまして、はい、ちょっと頑張ったんですけど、まあ巻き髪の方はまだキープ力というものがないので、ちょっと長続きできるようにこれからも研究していきたいなと思います。私も巻き髪がすごい苦手なので、でも短いからちょっと巻くの難しそう。確かに、どうやって巻くんだろう。なんかウェーブとかもすごいやってみたいなと思って、なので私も頑張りたいと思います。頑張りたいです。はい、それでは次の質問です。はい、ここ1年ほどで訪れた場所で印象に残っているところは？はい、はい、じゃあまたせーので、はい、行きたいと思います。
せーの、じゃん。私は遊園地です。おお、私は小樽水族館です。おお、そうですね、私はあの、うん、モーニング娘。20の岡村ほまれちゃんと遊園地に行ったんですけど、すごい、なんて言うんですかね、うん、なんて言うんですかね、本当に運が悪くて、その日、何があった？あの、はしゃぎすぎて、カバンの紐が取れちゃってあと、あの、乗り物を乗るときにこうチケットを見せるんですけど、その時にチケットがないってなってであの、そのままジェットコースターに乗せてもらえたんですけど、ちょっと残念すぎて、こう気分がならなくて、ずっと外を眺めてたら、チケットが落ちてるのを見つけて、急いで取りに行って、まあ、なんとかなったっていう印象的な思いがあります。落ちてるの見えちゃったので、はい、でも楽しかった。楽しかったね。それは良かったです。ということで、私は小樽水族館という、もう北海道にある、あの水族館なんですけど、なんとそこでもう私の大好きなタコ展をちょうどやっていまして、もう終わってしまったんですけど、まあ、ちょうど1年前くらいで、あのそこでもタコ展ということで、もうタコグッズもあるし、タコにも触らせてもらえるし、もう私にとっては忘れられない日で、もうちゃんと I love タコって書いた T シャツを着て観光に行きました。なんかお気に入りのタコとかいましたか？あ、でもそうですね、まあ特にあのいつもとは違うタコがいたっていうわけでもないんですけど、ただあのちょっとタコにまつわる、もうでっかいタコのなんていうんですか、看板があって、その前で写真撮ったりとかもしたり。そうですね、まあ、一番お気に入りだったグッズは、あのすっごいもうでっかい、もうでっかい自分の頭をかぶせてしまうくらいの大きさのタコでクッションっていう、喋り出したら止まらないので、ここら辺で失礼します。ということで、はい、それでは最後の質問です。二人で遊びに行くならどこで何をしたい、という橋崎凛ちゃんと私ですね。せーの、じゃん。私はあの水族館でタコの豆知識を聞きたいです。おお、え、ほんと？はい、ほんと？はい、じゃあもういっぱい用意しとく。はい、あと、あ、なるほど、私のために。そんな、ありがとうございます。はい、私は動物園と水族館ということで、一緒に水族館っていう、はい、はい、そうですね。じゃあまず私もあの動物園迷って、動物園でその爬虫類とかについてこういっぱい語りたいなって思ったんですけど、タコの豆知識もすごい聞きたいなと思って水族館にしました。ちょっと止まらなくなりそうなんですけど、私は動物園もあの爬虫類が好きで、トカゲのプンちゃんをという、ね、はい、可愛い子を飼ってるみたいなんですけど、やっぱりそういう面で私も知識を聞きたいなっていうのと、あの私個人的にちょっとあの虫が家に出た時にキャーってなっちゃう方なんですけど、でもなんかそれをりんちゃんとそういう爬虫類見に行った時に、そういうのもなんか克服できるんじゃないかって思うので、ちょっとそういう面で2人で、まあ落ち着いたら行きたいなと思います。ハロステ、この後もまだまだ続きます。今日はお料理を習いに行きました。肉豆腐と五目ご飯、はい、こうしてもみあげでしたっけ、今なんて言いました？そう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 、そうそうそう、どうでしょう？やりやすいです。これあの一度湯がいちゃって、はい、アクとかをあの出づらく しちゃうみたいな、そういう効果があるんだけど、茹でてアク抜きしちゃいましょう。で、はい、これもあの最後にあのちょっと足せば、はい、あの霜降りしたみたいな感じになるから、もう沸いてきたんで、これもね、はい、鶏肉もこう入れて、もう一緒に霜降りしちゃいます、はい、ね、あ、すごい、めっちゃ早い。全部バーッとまとめてやっちゃいます。はい、ね、ゴボゴボって沸いてきたでしょ。すごい、うん、でこうちょっと冷ましてみましょう。今日ちょっとはい、これでやってみますか。土鍋楽しみ、初めてです。ね、あんまりこんなんでご飯なんか炊かないでしょ。そうですね、炊飯器でね、やった方が、はい、失敗もないしいいんだろうけど、楽しみ。ちょっとなんかね、炊飯器でボンってやってたらじゃ、ちょっとね、あれなんで、20分あの洗って浸しといた米です。この浸しとくっていうのがポイントっていうか、はい、なぜですか？こうするとあの後のだしを注ぐ時の量がね、はい、あの楽になるっていうか。あ、うん、なるほど、すごい、お米の赤ちゃんが。これご飯を炊くだしの
あ、味のなんだろう割合みたいのがこれもあるんだけど、はい、ね、だしが10杯、はい、お酒1、はい、薄口醤油、はい、薄口醤油1、10対1対1っていうか、はい、うん、これで炊けば、うん、そんなに失敗はないみたいなものになるんですよ。はい、1合お玉なんですけど、はい、だしを1合、大体2合か、同じ割合入れればいいだけなんですよ。2合の米を2、30分水に浸したやつならもう調味だしを同じだけ2合だけ入れる場合とか、うん、そう、細かい微妙な分量とかそんな気にしないでできちゃうから、はい、うん、水気を切ったこれを、はい、でブワーってあとは炊いていきますって感じ。楽しみ、うん、でこれ結構出てきたでしょ、ブワーって、うん、こうなるまでずっと強火でバーっていかないとダメなんで、でこの湯気が出てきたら火を徐々に弱めていきます。はい、もう1分かける気で弱めていけ、弱火にする、ゆるゆるって弱めに弱火に してって、でしたらこっから13分、13分、うん、じゃあ13、そしたら火止めてちょっと蒸らせば完成。お、早い。なんで料理してるんですか？なんでだろうね困る質問だね、仕事だから仕事なので私今中学3年生なんですけど。13年、はい、15歳なんですけど。そうなんだ、はい、大人見てみえんね。本当ですか？13、はい、なんですけど。怖やってました、料理中学の時、はい、やるわけないじゃん何言ってんの、やるわけないじゃん。やらないです。やるわけないじゃない。いつからやってらっしゃるんですか？俺はね、だから20歳の時からです。いい、仕事でやって初めて。あ、はい、それまで、あ、まあ、アルバイトでね、健康ランドにアルバイトの募集 したんだけど、はいはいはい、で希望はメンテナンスっつって風呂の掃除とかを希望したのに、はい、なぜか配属が養殖の厨房になってて、うん、俺そっから始まったんだよね、俺のなんか。でもそうですよね、そこでお風呂掃除してたらなかったんですよね。もう痛まんのかなってない。びっくり、すごい。よくやった養殖ってどんなのやつなんですか？何やってたんですかね。でも本当にオムライスとかハンバーグとか。いや、大したもんです、それで。できたら大したもんでしょ。オムライスが苦手で。あれ難しいと思うよ、うん、難しいと思うよあれ。だからオムライスってさらって言ったからさ、大したもんじゃないかって思ったらいやでもジュースは料理をするメンバーが多いんですよ。その高木さんとかダンバラさんとかも。高木さんが一番最初に来た時はもう壊滅的な、はい、ダメさ加減だったのよ。包丁とか全然使えないで、うわ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 、だからですね、うわうわ、すごいのが来ちゃったと思ったのが、うん、2回目来てくれた時に、ね、だから料理してて嬉しい。包丁が使えるようになってて感激 しちゃって、俺もううわ、ちゃんとやれてるって見ました。ほら、もうあれがもう嬉しくて、もうあれであの日はもう満足しちゃって、 あとどうでもいいやになっちゃって、高木さんが包丁使えるようになってるって、あれすごい嬉しかったの。開けてみたくなるんだけどね、はい、これ開けちゃダメな、はい、そう、鶴の恩返しですねそうね、はい、開けたくなるけど開けちゃダメ開けてみてくださいよ。は、すごい、もわーんと、すごい、ね、これいい香り、こういう感じでできるわけなんですよ。はい、うん、簡単。これもちょっと、もうちょっとこう蓋して置いておきますか、うん、料理が完成しました。ありがとうございます。ということで早速ね、試食していきたいと思います。いただきます。美味しい、すごく。なんか、なんだろう、あんまり、なんですかね、ごちゃ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 入れてないんですよ。すごいシンプルな味付けで、シンプルな食材でっていう感じだったんですけど、なんかそんなことも感じないくらい、もうなんだろう、深いっていう感じでした。あと、ご飯っていつもは炊飯器で炊いたりするのが普
通だと思うんですけど、今回は土鍋でお米をやったんですけど、なんかまた炊飯器とはちょっと違う、なんていうんですかね、土鍋独特のおこげ感というか、それがとっても美味しいです。素敵。美味しい。びっくりします。なんかこれも切る工程をネギとお豆腐の2つしかこうやってバンバンバンって切ってなかったんですけど、すごい簡単で、これもほとんどもう20分煮ただけのようなものなので、とってもなんか手抜きっておっしゃっていたんですけど、もうどちらもそんな手抜きなどではないような味をしていらっしゃいますね。とても美味しい。美味しかったです。とっても本当に。ぜひまた来させてください。どうだろう。ぜひまた。絶対来るので。来てください。はい、また。簡単でしょこれ。とっても簡単でした。これだったらね、まずこれから慣れて、はい、あと肉じゃがでも何でも挑戦していけば。そうですね。はい。ありがとうございました。はい、どうも。ご苦労様でした。ご苦労様でした。見てくれていたら私も嬉しいな。続いてはハロープロジェクトのメンバーがこのスタジオでできる何かに挑戦していくハロステチャレンジ。今回私たちが挑戦するのはメンバー当てクイズです。出題者がハロープロジェクトのあるメンバーから想像する漢字を一文字ずつ書いて回答者に見せていきます。全部で5文字あります。メンバーの名前やグループ名に含まれている漢字は使わずに、エピソードやキャラクターにちなんだ字を探して相手を正解に導きましょう。はい、ご覧いただいているあなたも私たちと一緒に考えてくださいね。どっちが先に出題するか決めましょう。はい、私じゃんけん、じゃんけんで決めます。勝った方が、じゃあ勝った方が先。はい、最初はグーじゃんけんぽい。はい、それでは工藤ゆめちゃんの出題です。スタート。はい、まず一文字目がこちらです。じゃん。はい、帽子の棒です。はい、これだけじゃ分かんないと思うんで、ちょっと私の問題難しめです。先に言っておきます。はい、それでは二文字目いっていいですか。二、はい、文字目はこちらです。じゃん、帯。これはちょっと帯という意味でも別の読み方をした方がちょっと分かりやすいかなと思います。はい、それでは3文字目いきたいと思います。はい、じゃじゃん、芯。これはもう芯という意味よりは訓読みの方で読んだ方が分かりやすいかなと思います。はい、それではちょっと4文字目いきたいと思います。4文字目は、はい、茶ですね。はい、これはちょっと、はい、これはそのまま捉えて大丈夫です。それでは最後5文字目なんですけど、はい、いきますね。じゃん、夏ということで、これが全部で5文字なんですけど、ちょっと見当つきますか。いや、ちょっと2択ですね。あ、本当に。はい、ちょっと意外なんですけど、じゃあ回答どうぞ。ビヨンズの西田しおりちゃん。あーぶぶごめんなさい。ちょっと難しいと思うんですけど、二択があると言ってもう一人の方、もう一人、あのビヨンズの、あ、え、平井美宇。ごめんなさい。残念ながら正解をお見せします。正解はじゃん、ジュースジュースの井上蓮さんでした。そうですね、ちょっと一文字目から説明したいなと思うんですけど、なんか意外でした。ちょっと結構難しかったと思うんですけど、まずこれ棒っていう、これは、私と井上さんとのエピソードなんですけど、結構リハーサルの時にフードをこうやってキュッてかぶって、すごい可愛らしい姿をしていたのがすごい印象的で、あとは帽子もお好きな方でっていうので、帽子の帽っていう字と、二文字目の帯というものは声帯を表していて、声帯、声といったらなんか特徴な方がたくさんいらっしゃるので、帯の方にして、結構ボイスパーカッション
を特技とされているので、結構声帯を使うかなということで、帯というので、もう一つが芯っていう感じなんですけど、これはまっすぐという意味で、もうすごいストレートのイメージが個人的にあるので、この感じにしました。そして次、茶というのは、好きな食べ物がチョコレートで、その色が、はい、そうですね、茶色ということ。なるほど。そうなんですよ。で、最後が夏ということで、井上さんはワンちゃんを飼われていて、その名前がこなつちゃんという、こなつさんという方で、すっごい可愛いということで、この5文字を選びました。難しい、難しくて、私もワードセンスがちょっと独特すぎたかなと思ったんですけど、いやでもなんか、帽子っていうので、平井美穂さんなんかよく帽子かぶってるイメージあったんで、確かに。あとは茶っていうので、京都で西田しおりちゃんかなって思います。なるほど。それでは、橋作凛ちゃんの出題です。スタート。はい、まず一文字目はこちら、大、はい、大、はい、お文字目いきます。はい、大、こ、え、大とこ、そうです。はい、三文字目いきます。じゃん、わら。うん、わら。なんかちょっと分かってきた気がします。じゃあ次いきます。本、本です。違うかな。最後いきます。はい、じゃん、謎。ちょっと私個人的に結構4つの項目、3、あと1,2,3,4問目がちょっと私個人的にはあれって思ったんですけど、でもその他ちょっと当てはまるのかな。でもちょっといろんな捉え方がその感じにもあると思うので、ちょっと答えたいなと思います。はい、では工藤ゆめちゃん回答をどうぞ。はい、アンジュルムの佐々木理香子さん。おお、正解です。あ、違う、はい、違う。じゃあ正解を、はい、正解はじゃーん、ジュースジュースの松永理愛ちゃんです。うんか、そっか。じゃあ説明をしていきます。お願いします。大きい、うん、これは見た目が大人っぽいところ。そういうことか。はい、結構身長で捉えちゃって。確かに私より身長大きいんですけど、いや私と同い年なんですけど、私よりかなり見た目が大人っぽいので。私も一個違いで年下なんですけど、よくちょっと妹に見られがちですっていう。はい、で2文字目が子供、うん、見た目によらず中身はすごい子供で、はい、ドッキリとかはしゃぎ回ってる感じですね。はい、で3文字目が笑う、うん、よく笑ってたり、すごい笑い方がなんていうんですか、独特というか、もう、うん、この笑い方みたいな、なんかリアイちゃんみたいな、うん、なんかそういうのがあるんで、笑。で次が本なんですけど、確かに本をなんか読んでるって言ってて、本が好き、確かに、すごい読んでます。本かなって思って、うん、最後が謎、うん、もう確かに謎じゃないですか。包まれてます。そのまま謎の中なので、うん、謎にしました。なるほど。はい、ハロステチャレンジ、今回はメンバー当てクイズに挑戦でした。
明日も頑張ろうね。アンジュルムの橋坂凛とチュースチュースの工藤ゆめがお送りしてきたハロステ、そろそろお別れの時間となりました。はい、そうですね、私たち2人でお仕事は初めてだったんですけど、うん、でも意外と話してみると行きたい場所が一緒だったりしたので、こう落ち着いたらまた行きたいなって思います、うん、私もあの凛ちゃんと一緒にお話ししてて、すごくあの改めて可愛いなって思いました。なんか水族館行きたいって私のことを優先してくれたり、すごい優しいなって思いました。はい、さてここでお知らせです。ハロープロジェクトのメンバーが参加する新しい YouTube チャンネル、君に伝えたい物語がスタートしています。バーこのチャンネルでは感動する物語、涙する物語がメンバーの朗読動画となって公開されています。ぜひチャンネル登録をお願いします。そして君に伝えたい物語の二次募集も始まっています。あなたの素敵な物語お待ちしています。詳しくはこちらまでハロステはハロープロジェクトのメンバーがどんどん登場してくるチャンネルです。毎週水曜日に新着動画がアップされますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。まだまだ気の抜けない時期が続きますが、一緒に乗り越えていきましょう。今回のお相手はアンジュルムの橋坂凛とチュースチュースの工藤ゆめでした。さようなら。